今は、住宅の中にある部屋の一つ。家族が、一家団らんを楽しみ、くつろぐ部屋と考えられている。リビングルーム、リビングとも呼称される。イギリスの今も、ともとは、ドローイングルームと呼ばれた。これは、食堂で一同が介しての食事の後、男性たちがタバコを吸いながら、政治や、世間の話、つまり、男性だけの話を始めると、女性、 子供たちはその場から引き下がり、食堂に隣接した控えの間で過ごしており、その部屋のことを指したと言われる。やがて女性、子供がくつろげる方の凝らない、この部屋に男性もまた加わるようになり、今は現在のような家族の憩いの間になった。この意味での今は、玄関から遠い、家の比較的奥の部屋のことを言い、そこに来客が通されることは、 親族を除いてほとんどない。ただし、アメリカでは、玄関のすぐそばの家族が使用していない部屋、来客用の予備の部屋を、リビングルームというようで、今日、日本国内でも、新築の住宅で、玄関のそばの部屋を、そのように呼ぶ場合もある。しかし、それでは、家族がそこで閉鎖、くつろいだ時間を過ごすわけではないので、 故障に現実が合致しないという矛盾が生じている。今のところこの現状に対応する、今や、リビングにとって変わる言葉は、まだない。日本の昭和時代の茶の間のイメージ茶の間とは、日本家屋の中で、家族が集う、生活の中心となる部屋のこと。日本家屋においては、今、リビングルームに相当する空間であるが、食事をする、食堂、 ダイニングルームの役割も兼ねることが多い。茶室とは異なり、茶だけをする場所ではない。主に食事をとったり、一家団らんのための場所となっている。大抵は、家屋の中で、日当たりの良い場所にあり、窓が大きく、縁側があるなど外に出られるようになっていることもある。台所とはつながっていたり、平易な仕切りのみが設けられていることが多い。また、応接間がない家の場合は茶の間が、 この役目を担う。そのため本来の今とは違い、家族だけで使用する部屋というわけではない。日本家屋の特性を活かし、襖を外して隣接する部屋などとつなげ、さらに大人数が入れるようにすることができる家もある。一般的な茶の間は床に座って過ごす部屋であり、畳もしくはカーペット式であるが、板の間になっていることもある。 部屋の中心に茶舞台などの座宅があり、これを囲むように内装や家具の配置がされている。家族が揃って楽しめるようにテレビや音響機器が置かれている場合がほとんどである。そのため、テレビ番組などでは、テレビイコール茶の間で見られているという前提のもと、視聴者を指して、お茶の間の皆さんなどと呼称することがある。日本でのアウトドアリビングの一例近年、 提唱され出したリビングの概念で、リビングと隣接した庭やバルコニーなど室内と一体化して活用すること。アウトドアブームの延長線上で、日常空間の中で自宅にいながら自然が体感でき、日々の暮らしを楽しくするというコンセプトが広がり出した。特別な時間や空間を味わうこともできるほか、 室内とは異なりテレビなどがないため、食事や会話を楽しむ空間として、家族団らんが発生したり、日暮れ以降は、ライティングの工夫で日中とは異なった雰囲気も、楽しめる。日本では、縁側という交流スペースが存在したが、家屋の欧米化と、賠償な日本の住宅事情から、いつしか縁側のような家でも外でもない、中間スペースが忘れ去られていたのが、 こういう形で復活したとも言えるため、ごく自然に受け入れられた。エクステリアガーデン2018年夏、郷浦崎正勝20から21、P ハット・アウトドア・リビングへブリオ辞書話題の、アウトドア・リビング。ハウスメーカーが提案する、新たな可能性、スーモ・ジャーナル2017年8月18日、アウトドア・リビング、8つのポイントリフォーム産業新聞。 アウトドアリビングことバンク。ありがとうございます。